ベルテル・トルバルセンはデンマークの彫刻家。日本では古くからトルバルセン表記が用いられているが原音ではトーバルセンである。1840年に撮影されたデンマーク最古の写真の一枚デンマークの首都コペンハーゲン生まれた。父親はアイスランド人で木長氏、母親はデンマークのユトランド出身。通説では1770年に生まれたとされるが、 別の資料では1768年生まれともされる。若干11歳の頃に、デンマーク王立美術院に入学して彫刻家のヨハネス・ビーデベルトや画家、彫刻家のニコラヤ・ビルゴールの下で学んだ。在学中に数々の賞を受賞、奨学金を得て、イタリアの1796年にローマに留学し、1797年からスペイン広場の近くにスタジオを構えた。 留学の成果となる作品を美術院に送り、留学期間を延長が許可されて、ローマに滞在した。1800年代の初めに、ザクセン王国の宮廷彫刻家のフランツ・ペトリヒと知り合い、イタリアの彫刻家、アントニオ・カノオーバから石彫りを学んだ。この頃、有名な美術品コレクターのトーマス・ホープと知り合い、ホープはドルバルセンの作品を買い上げた。1805年に、 デンマーク王立美術院の正会員に選ばれ、同じ年にボローニャの美術アカデミーの名誉会員になった。この頃、ナポレオン・ボナパルトからも様々な彫刻の依頼を受けた。1818 18年にしばらくコッペンハーゲンに戻り、王立美術院の教授に任命された。1820年8月、再びデンマークを離れ、ドイツ、ポーランド、オーストリアを経てローマに戻った。 イタリアで生涯のほとんどを過ごし、主に新古典主義を追求。最もよく知られる彫刻品には、ニコラス・コペルニクス像や、ユゼフ・ポニャトフスキ像などがある。1838年に、デンマーク帰国。1844年に、コペンハーゲン王立劇場で、心臓発作により急死ありがとうございます。